勉強の仕方もわからないし、勉強しても成績が上がらなかったので悩んでました。ECC ベストワン北山七高では講師1名に対して生徒2名までの個別指導塾になっています。で、生徒一人一人に対して目標であったりとか今の現状っていうのをお話を聞いた上で、無理がなく無駄のないオーダーメイドのカリキュラムをご提案する、そのような塾になっています。この先生の言うことなら大丈夫と思ってもらえるように、授業のことだけでなく家や学校での状況、趣味の話など積極的にコミュニケーションを取るように心がけています。部活とかでどうしたらいいかとかわからない時とかに聞いたり答えてくれるし、勉強もわからないとこ授業内だけじゃなくても教えてくれて、なんか相談してよかったなとか思います。指導する際に気をつけていることは生徒主体の授業にすることです。講師が一方的に話をするだけではなく、理解度を確認するために生徒にも説明してもらっています。やる気が出ない生徒の多くは特に何の目標も持たず、なんとなく勉強をこなしている印象があります。志望校合格という最大の目標から、日々の小テストで高得点を取るという小さな目標までを常に意識させ、目標を達成した際には生徒と一緒になって喜ぶことで、生徒の勉強に対するやる気を常に保てるよう心がけています。はい、ほんまおめでとう。ありがとうございます。次も頑張ってな。頑張ります。やはり勉強していて自分のレベルに合っていない問題ばかりやっていても、なかなか成長を実感できないし面白くないと思います。ですのでオーダーメイドのカリキュラムをかなり細かく設定して、一回一回の授業で、あ、これができるようになったなとか、あ、これ分かるわっていうのを実感してもらえる、そういうような授業を心がけて講師には指導をしてもらっています。順番的にはこれでやってね。どうした？勉強が楽しいなと思ったり、勉強の仕方が多かったので前より効率のいい勉強の仕方できるようになりました。成績も上がったし、点数も20点ぐらい上がったりしたので。 ECC ベストワン北山七高では英語学習にも力を入れています。英語ができるっていうのが一つの最低限の条件となってくるような時代になってくるというふうに感じています。学校での英語の学習のサポートは当然なんですけれども、それ以外に英検、TOEIC、TOEFL といったような各種英語の検定のサポートもさせていただいております。で、また英語がなかなか苦手という方に関しては、基礎からとしっかりと指導をさせていただいて、その場しのぎではなくちゃんとした英語力っていうのが身につくように心がけております。勉強することの理由は志望校に受かりたいからとか、あとはテストでいい点取りたいからとか、人によって様々だと思うんですけど、私が考える最大の意義は将来の可能性を広げることだと思います。私たちは子どもの将来につなげるために生徒一人一人に親身になってサポートしていきたいと思います。ECC ベストワン北山七高をただ授業を受けに来るっていうだけの場所ではなくて、時には学校の相談をしたり進路の相談をしたり、一人一人にとって行きたくなる場所にしていきたいと思っています。お疲れ様。どうやったらしいの？分かった。ああ、よかった。さよなら。さよなら。